コーギーのバス模型コーギークラシックはイギリスの自動車模型ミニカーブランドである。1934年に創業したイギリスのメットオイープレイクラフト社が1956年より発売した金属製のミニカーブランドコーギーを前身とする。後に独立や買収を経て1995年にコーギークラシック社として再独立した。 再独立後は、イギリスのテレビシリーズに登場する車両のミニカーを発売し、ヒットを飛ばした。その後は、同業他社を買収するなど規模を拡大したが2008年に、鉄道模型メーカーのホーンビーに買収され同社のミニカー、自動車模型ブランドとなった。製品は、主に自動車、バス、トラックなどの車両や、軍用機などの航空機で、 車両には自走機能はなく、展示用のモデルが中心となっている。製品の材質は、亜鉛合金が主流で、ダイカスト製法により製造されている。近年、2012年に開催予定の、ロンドンオリンピックとタイアップした製品も増えている。ここでは、ミニカー、自動車模型ブランドの、コーギーを中心に記す。プレイクラフトのスロットカー、鉄道模型は、 ジュエフを参照。1934年、NSD オッピーによるユダヤ人排斥運動の影響でドイツから逃れてきたドイツ人のフィリップ・ウルマンとアーサー・カッツによってイギリスのノーザンプトンに目、投意者が設立された。二人はそれまでドイツ国内で玩ングメーカーをしていた。社名の由来は金属製玩ングを示すメタルトイを略したものであった。 1944年、ウェールズの寸ジへ、工場が移転した。1953年、メ、遠イ社は、イギリスのプレイクラフトトイズ社を買収し、社名は、メッドーイプレイクラフトとなった。1955年、メカの社のミニカーのディンキーシリーズに習って新たに、金属製ミニカーの自社ブランドを立ち上げた。ブランド名は、ウェールズゆかりの犬、ウェルシュコーギーから、 コーギーと名付けられた。先行する、ディンキーと差別化を図るため、ディンキーでは、再現されていなかった窓ガラスを、透明プラスチックで再現するなど、工夫が凝らされ、1956年より発売された。1964年、玩具のミニカーが中心であった、コーギーとは別に、大人向け精密自動車模型ブランドとして、 コーギークラシックが設けられたものの、1969年には、このブランドは終了している。ブランド名は後に再利用されることになる。1984年3月、メット・オイ・プレイクラフト社からマネジメントバイアウトにより、コーギーブランドがコーギートイズ社として独立した。1989年、アメリカの大手玩具メーカーのマテルによって、 コーギートイズ社が買収され、1991年には、スーンジの工場は閉鎖され、レスターに移転した。1995年、マネジメントバイアウトにより、マテルより独立し、レスターに新たに、コーギークラシック社が設立された。1996年、模型メーカーのバゼットロークを買収した。2002年、ミニカーメーカーのレド社を買収し、レドブランドと、 バンガーズブランドを参加に置いた。2008年、鉄道模型メーカーのホーンビーに買収され、社名はコーギートイズとなり、ブランド名はコーギーとなった。ホーンビーに買収されて以降は、ブランド名はコーギーとなったが、コーギー参加にいくつかのシリーズが設けられている。レド社から引き継いだ、レドやバンガーズ大ゲージ鉄道模型用のトラックサイド。 旧来からのコーギートイズ、クラシック、航空機のアビエーションアーカイブなど多岐にわたる。ホーンビー参加の他のブランドシリーズの製品がコーギーブランド参加で発売されている場合がある。また、バゼットロークのようにコーギー参加を外れ、ホーンビー参加に移ったものも存在するため注意が必要である。1、43スケールを中心に、 1,24スケール、1,36スケール、1,64スケール、1,76スケールが存在する。イギリス特有の2階建てバスを中心とする1,76スケールのオリジナルオムニバスシリーズや、1,50スケール製品、小型の箱スケール製品が存在する。1,76スケールのオーゲージ鉄道模型用、トラックサイドシリーズと1。 50スケールのトレーラートラックを中心に、1、24スケールや1、43スケール、1、64スケールのトラックや、消防車、バン、剣機などが存在する。1、72スケールの第二次世界大戦時の、軍用機を中心に、1、144スケールの旅客機、軍用機、民間機などが存在する。 零零七シリーズに登場する車両や航空機、船などを中心に、テレビ番組や映画に登場する車両などが、製品化されている。ホーンビーに買収される以前は、ドクター・アフーやミスター・ビーン、モース・ケーブに登場する車両が製品化されていた。ありがとうございます。